禁物だよ。手を抜かずに全力で逃げろよ。ボディの割には俊敏な動きを見せてくれるじゃん。いいぞいいぞ、いい感じだ。行け。俺は GTR だけでも323334ともう4台乗り継いできている。32のデビューはありゃすげえインパクトだったけど、2台目の大きくなった33を買った時はがっかりしたな。あれは失敗作だ。せーの、どりゃー。俺はすぐに33を手放してもう一度32を買い戻した。そして4台目がこの 34GTR というわけさ。よし、ついてきてるな。そう来なくちゃ。クソ、ハエ。こっちも戦闘力上げてきてるから自信満々だったけど、甘かったな。やっぱ GTR はトラクションの化け物だぜ。どりゃどりゃ。34は本当にいい車なので、32の唯一の泣きどころだった頑固なアンダーステアも消えてるしな。よく止まるしよく曲がるんだ。こんな楽しい車はねえよ。車が分かってねえやつに限ってちょっと金持つとベンツだのフェラーリだのに乗りたがる。俺は金はあるけどそんなもんには全く興味はねえ。俺は死ぬまでGTR だ。てくれるよな兄貴。本当にこんな速いやつを相手に7秒のマージンを与えちゃっていいのか。ダウンヒルで取り戻せなかったらそれでジエンドだぜ。だいたいマージンなんて取るのは大変だけど、やるだけなら誰でもできるじゃん。まあわざわざ兄貴がそんな簡単にできることを言ってくるわけねえからな。7秒の中身が問題なんだ。まだ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 だよ。兄貴は多分ものすごく難しいことを要求してるんだ。全身全霊をかけて右足の動きに集中しないとな。さすが星野さんだぜ。
じりじりと FD を引き離し始めた。なんだ、大したことねえな、プロジェクト D のヒルクライムエースもよ。バカ、星野さんがすごすぎるんだよ。このコースで FD が R34 についていけるわけがねえんだ。こりゃヒルクライムもダウンヒルもパープルシャドウの干渉に終わるぜ。作戦か、ずいぶんクレバーなんだな。まだ若いんだからさ、そこまでクレバーにならなくてもいいんじゃないかと俺は言いたい。俺があいつの年の頃はもっとバカで攻めだるまだったけどな。まあそれだからこそここまで負けなしで来れるってことが。腹はくくったぜ。俺がやることは右足に最高の仕事をさせるだけだ。兄貴が追いつけるって言うんなら追いついてみせるさ。アクセルをワイドに開けてダッシュ。独走じゃないかよ。バトルになってねえよこんなの。おりゃすげえ、かっこいい。俺の産業を舐めてもらっちゃ困るよ。すればいいんだ。俺は怖いですね、今日のケイスケさんのバトルが。え、怖いってそんなに厳しいか、このコースの下りは。いえ、そういう意味じゃなくて、なんていうかな、ヒルクライムのセッティングをしている時でも登ったら必ず降りてくるわけじゃないですか。まあな。要するに登りと同じ数だけ下りを走ってるわけだから、ケイスケさんのダウンヒルの技術もどんどん進化するんですよ。それはお前だって同じことだろう。いえ、パワーが違いすぎて上りじゃ86は全然 FD についていけないですよ。でも FD は下りでもすごく速いんです。俺と比べても差はほとんどないぐらいだと思います。そこまでか。プラクティス見てれば大体のことはわかるから。
ダウンヒル担当のドライバーとしては気が気じゃないですよ。俺が怖いと思ってるのは、ケイスケさんが本気でダウンヒルを攻めた時の底力を見せつけられることなんです。タイムではタイヤを温存してダウンヒル勝負としたか。洒落た思考だぜ、なかなかよ。いやでも本気にならざるを得ないじゃねえかよ。ん？おっと、危うく黙り込むところだったぜ。うりゃ！地点より確実に詰まってる。ゴッドフットのおっさんより俺の方がダウンヒルでは勝ってる。そこまで来たのか。思ったよりやるな。詰めてくるのは分かってたんだ。ゴールまで逃げ切れるかどうかの鬼ごっこだ。これは初めからそういう種類のバトルなんだからな。こっからが勝負どころだぜ。この暑さじゃコウちゃんもこたえるだろう。おお、きついきつい。いっぱいいっぱいだな。大したもんだぜ。群馬の兄ちゃんも下りとはいえ俺の R34 にどんどん近づいてきてやがるんだからな。よし、確実に詰まってきてる。本当に楽しいぜ。久しぶりだこんな気分は。1,2の3。タイヤの幅半分アンダーか。フロントタイヤを目いっぱい使ってきてるしな。表伝いがいよいよ効いてきやがったな。だけあったマージンも今やほとんどなしか。上等だ。あと一つ、あと一つ、死ぬ気で止め。うわー、こっちや。ダメだ、逃げ切れない。コウちゃん、ダメ。
だったか。それじゃあ2本目いきます。5秒前4 3 2 1。一本目は俺好みのスマートな展開だったと言える。ただこの作戦には一つだけ小さな穴がある。そこを相手がどうついてくるか。二本目は荒れるな、間違いなく。闇だぜおっさん、トラクションがいいのはもう分かったからよ。おらどうした、その程度かよ、ロータリーロケットの実力なんてよ。ヒルクライムのコーナーの立ち上がりで負けるのは一本目で分かってる。どんなにつつかれても抜かせなきゃいいんだ。このまま折り返し地点まで逃げ切ればこっちのもんだ。ダウンヒルなら負けない。そりゃあ無理だぜ。どれだけのパワーがあるのかは知らないけど、こんなとこじゃ絶対抜けない。そんな感じか、大体わかったぜ。頂上はすぐそこだ、もうすぐ登りきる。いけるぜ、このバトルもらった。来た、来たぞ、突っ込んでくる。よっしゃ。そうしたまま突っ込んでくるぞ。なんだよそりゃ。する瞬間を狙ってやがったのか。なんて無茶苦茶なことをするんだ。あの GTR 何の躊躇もなくぶつけに来てた。もしケイスケさんが引かなかったら正面衝突の大惨事だったんだ。ふざけんな、こんなのありかよ。いや違う、ほとんど同時に見えたけど、それでもコンマ1秒くらい先に相手の方がスピンターンに入ってた。それでラインの優先権を奪われてしまったんだ。コーナーの立ち上がりで並びかけるタイミングを測ってたんだ。我ながら会心の出来だぜ。やられた、もう抜き返すしかねえ。折り返し地点でケイスケが逆転されたらしい。やはりな、さすがに見逃してはくれなかったか。
時だろ。派手にやる予定はなかったがな、相手がそう来るなら今さら後には引けねえだろうが、これはもう理屈を突き抜けた世界なんだ。誰にも批判はさせねえぜ。全く理解できないですよ、城島さん。ドリフトなんて、星野さんの GTR も追っかけてる FD も、少しでもタイヤをいたわりながら走るのが常識じゃないですか。まあハンドルを握っている当事者にしかわからないこともあるんだよ。似た者同士というしかないさ。バカとバカの意地の張り合いを黙って見守ってやろうじゃないか。主役はステージの上にいる二人なんだからな。星野幸三がドリフトを繰り出したことには理論的な裏付けがあった。だが圭介のそれには何一つ裏付けになるものはない。言えばFR 乗りの意地だろう。思考よりも先に圭介の闘争心が反応したんだ。ドリフトにはドリフトと。星野幸三と圭介はよく似た一面を持っている。圭介の感情むき出しのアクションが今度は逆に星野の闘争心に火をつけた。それで一気にドリフトバトルに発展していったんだろう。楽しくて楽しくて仕方ないんだろう、こうちゃん。ただこの展開はどちらかといえば重たい GTR に分が悪い。タイヤ的には長引けば不利なことは初めから分かっていたはずだ。もうすぐそこまで来ている。圭介は絶対諦めないだろう。ゴールラインを越えるまでまだ何が起こるか分からない。勝手に膨らんでいきやがる。